久々の車中泊です、皆さん。今日も、毎度恒例の海に向かいたいと思います。いいか?はい、はい、キャプテン。では、まず安全運転で、南房総方面に向かいます。Here we go! 運転は、怖かったかな。怖い。あ、いけね。8時までじゃねえか。急がないとだ。もう8時だよ。ほんと?美味しいっすか、葵さん。うん。マグロ丼からのカツ丼丼丼丼。さて、今日は南房総ですね。こっちの方にね、向かってみようと思います。ね、小鳥さん。さあ、千葉西料金所、道しげと、ただいま、通過しました。さあ終点、富浦ですね。だいたい、私たちが住む町からだと、距離にすると120キロです。妻。さあそれでは、ハウマッチ。妻。高いな。千葉県なのに同じ。同じ千葉県内なのに3000円オーバーはちょっと高く感じるね。中型だからですよ。これが先日お伝えしました中型車のデメリットです。おやすみちゃん。父ちゃんは乾杯。お疲れちゃん。今夜も到着しました千葉県南房総市のボービーチですね。ノーバリーです。私たち1台完全貸し切りですけども、相手は一番端っこの人が一番ね来ない場所、僕たちの一番お気に入りの場所ですね。そこに今夜も車中泊したいと思います。かれこれ1ヶ月以上ぶり?はい。妻がね、一回家出していたから、ちょっとね、しばらくいない期間がございまして、今回は仲直り車中泊ということで、帰ってきた車中泊。うん、仲直り車中泊ね。皆さんもぜひ、仲直り車中泊。いろいろあったご家庭には、仲直り車中泊、おすすめでございます。はい、もう扇風機いらない季節になってしまいました。十分涼しい。ドア開けて、外から入ってくる風だけで非常に気持ちいい。すや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 。二段ベッドで、上がね長女、下が長男、あれお尻です。見えますかね。こんな感じで、あ、見えないかな、ちょっと暗いかも。我が家の二段ベッド、ベッドスペース、これ夏モデルです。冬になるとちょっとね仕様を変えようと思ってますんで、もしかしたら今回の車中泊がこの二段ベッド最後かも。え、本当?うん。次はね、お鉄のところ行ってちょっと改造してね一緒に作ってもらう。お楽しみにって感じで。おはようございます。朝です。今日波は目の前のポイントはちょっとできそうにないですね。ダンパーダンパダンパー。向こうもちょっと、あ、乗れてますね。アロングの人が乗れてます。風は非常にぬるく暖かいです。おはようございます、皆さん。おはようございます。私この時間になってもまだ海に入っておりません。なぜかウェットスーツを忘れるという大失態を犯したからです。ピリー参ったなぁ。私はですね、どういうわけかウェットスーツも積み込むのを忘れてしまいました。裸で入っちゃおうかなぁ。いけるかなぁ。いや無理だなぁ。もう10月も半ばだよ。おしっこしてこよう。昨晩の車中泊ポイントです。僕たち家族がみんなすごく好きなポイント。しかし波はいまいちです。ダンパーです。ダンパーというのはドカーンって崩れてしまう波のことですね。葵さん、おはようございます。気持ちのいい朝ですね。父ちゃんウェットスーツ忘れちゃったよ。葵のもうどうする、裸で入る。
ちょっと冷てえかな。でもね、先週裸で入ってる人いたんだよ。すげえ青のサーフィンの練習にはちょうどいい波なのにな。ウェットスーツ忘れちゃったんでサーフィンできないんだけど、うちの息子が海に入ろうっていうので一緒に海を入ろうと思います。10月真ん中になったけど、ウェットスーツなしで海に入る。あ、水あったかい。ヤッホー。えい、波が来た。余裕だね、ルフィ。寒くないの？うん。うー、いやー寒いよ俺。慣れた。マジで？慣れれば。はい、せーの、はい。せーの、来た。あ、ルフィ、ダメだ。せーの。はい、行くぞ、ルフィ。あ。こっちよ、ロフィン行くぞ、せーの。結構寒い。まあ水は暖かいね、余裕で。そっか、その方が暖かい。うん、ずっと入る。寒くない。押したよ。海水温は24度。まだまだね、全然裸で入れます。うん、気持ちいい。あったかい。あったかいね。めっちゃでかいの来たよ。青い。せーの。うー。最高でしたろ。よし、上がるか。面白かったね。あ、全然冷たくない。むしろあったかい今日は。今日は海遊びのノーサウ。豚が流れてきた。まだまだ我が家の海は終わりそうにないです。これから高速ドライブに行きたいと思います。生姜醤油ラーメン、ナミノリ食堂、エンドハウス。シールめちゃ。あ、本当だ。みんなステッカー貼ってます。ナックファイブが多い。はい、4名様。狭くなった。これ素敵。こんにちは。こんにちは。わお、いただきまーす。立山担々麺。はい。こちらです。はい。ティン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 。いただきまーす。葵はまた担々麺、辛い辛い。どうですか、小鳥さん。おいしいよ。私もいただきたいと思います。うん、おいしい。あともネギ欲しかったな。ネギ増しし。ごちそうさまでした。ありがとうございます。感想、美味しかったです。なんて言おう。ゲゲゲゲゲゲ。美味しかったっすね。うまい、うまい。煉獄さん。さあ、続いてやってきたのは久々、沖ノ島。沖ノ島です。読んで字のごとく島です。沖ノ鳥島の
突端までやってきました。沖ノ鳥島じゃない、沖ノ島南アリ、本当にすごい南行っちゃったね。すごいね、この地層が見えてるし、周りは房総半島に囲まれている不思議な不思議な島、沖ノ島。妻が俺をフォーカスしています。それではただいまよりジャングルへ向かう。ヒュイヒュイゴー。青井隊長、この先は安全に進めそうですか？ガラガラヘリが出ると思います。本当ですか？かなりのジャングル感。まさかこんなところが存在していたなんて。見てください、このツタ。もうジャングル以外の何者でもない。うわ、本当にジャングルクルーズ感やばい。やばい。これで草を探ろう。すごいジャングル感です。ジャングル感ですじゃないです、ジャングルです。ここジャングルを抜けると草原に出てきました。海に着いたぞー。ビーチにたどり着きました。誰かが流木を積んでアートらしきものを作っていました。青井さんはそれに協力しています。倒さないように頑張って。届いてないやないかーい。下手くそかーい。棍棒選手。はい、棍棒選手権。あなたほど棍棒が似合う人はいませんね。あ、見てよ、この木。なにこれ、なに、ねじれちゃってんの？なんでだろう。てれーん。よし、青井くんだ。真っ暗で見えないね。でも結構広い。近くまで行ってきな。やだ、やだ。じゃあ父ちゃん近くまで行ってきなよ。父ちゃんサミーヘイガーみたいな。サミーヘイガー。サミーヘイガーって。夕焼け小焼けで日が暮れて、カラスが鳴くから帰りましょう。今回の車中泊はこれでおしまい。Dude, that father is 10 and permed!